おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝、警察や地区の住民に見守られながら登校したのは、いわき市豊間小学校の子どもたちです。豊間公園で熊が出た。警察に通報があったのは昨日の午後3時40分ごろでした。熊が目撃されたのは海の近くにある公園です。近くには住宅街も広がっています。奥に見える東屋付近で熊は確認され、茂みの中に歩いていったということです。これまで熊はいないとされてきたいわき市などの県内の沿岸部。しかし今月、いわき市では遠野地区や旅人地区の中山間地域で1頭の熊や糞と思われるものを確認。市は防災メールで情報を伝えました。しかし今回目撃されたのは海からわずか300メートルほどの場所。たどり着くには市街地を通る必要があります。いわき市は総合的に判断して今回情報発信は見送りました。まだ島民前で一層の警戒が必要なクマ。市は今後専門家による調査を検討しています。